どうも、マサダイです。10年ぶりに買いました月刊コロコロコミック8月号。皆さんご存知かもしれません、コロコロコミックです。僕が小学校の時ですね、ジャンプ読む前に読んでた本がこのコロコロコミックです。懐かしいです。10年ぶりに買いました。なぜ10年経った今買ったのかというとですね、表紙を見ればわかると思いますが、なんと妖怪メダルがついてくるということでですね、買いました。超久々に買ったんですけど、ある意味すごいことがわかりました。まずベイブレード何度かね、昔子供の頃に流行っていたおもちゃですよということでやってたベイブレードなんですけど、今もやってるよ。ちょっと見づらいんですけど、ここに変なおじいさんがいるんですけど、これデンジャラスじいさんって言ってですね、僕が子供の頃にやってたギャグ漫画なのかな。これも何やら表紙に写ってるということで続いてるのかな。すごいね、子供の頃にやってた漫画がまだ続いてるっていうのはちょっとすごいです。それでは早速コロコロコミック開けたいと思います。本の中にこの2枚の付録らしきものが挟まってました。1つ目は今週発売された妖怪ウォッチバスターズの、特集の付録。もう1つは何やら1つになってるんですけど、カードとか結構入ってますね。後で開けます。裏はですね、あの妖怪ウォッチ U、プロトタイプの、おもちゃ、発売されるということで、なんか裏広告になってますね。8月1日発売だそうです。で、僕が見ていきなりびっくりしたのがですね、ちょっと見づらいんですけど、全メダル対応だって。すごいね。いや、助かりますよ。全メダル対応というのは助かります。本当に助かります。おもちゃの妖怪ウォッチ U プロトタイプはですね、8月1日発売予定です。 Amazon で買おう。それではちょっと早速さっきの付録開けます。なんだこれは。なんかよくわかんないテスト用紙1枚。なんだこれ。これまだ、嘘でしょこれ、まだやってんの。おー、懐かしい虫キングだって、まだやってるよこれ。虫キングのなんか変なポスター。裏は何やら剣玉です。フナッシーの剣玉とかある。最近剣玉流行ってんね。なんか海外でもなんか剣玉流行ってるとかあるけど、まあ剣玉のポスターになってます。よくわからないカード、多分これ虫キングだと思います。これなんだ、なんか電話番号書いてあります。公開していいのかなこれ。多分まあ公開していいんでしょう。なんかね、ウサピョンの電話番号が書いてあります。多分フリーダイヤルだと思うんで、まあ電話してみてください。なんだろうね、最近こんなのあんの、やだね。なんか物騒な世の中なのにこんな電話番号とかさね。バディファイトというカードが3枚入ってます。キラカードです。それとパズドラのカードが入ってました。そして最後に、これはジバコマです。ジバコマのカードが入ってます。そして今回僕が欲しかった歌舞伎ロイドの B メダル。というわけで、以上がコロコロコミック8月号の付録です。僕が一番びっくりしたのはですね、ウサピョンのなんか電話番号、今そんなのが付録になってんの。まあ出会い系じゃないんで多分大丈夫だと思うんですけど、なんかちょっと怖いです。まあかけたい方はかけてください。僕はそういうのは嫌なので書けません。それじゃあ最後にちょっと歌舞伎ロイド開けます。おー、歌舞伎ロイドの B メダル。真打ちやったことないので実際戦ったことはないんですが、何やらレベル的にはあやとり様より強いかもという情報。バスターズで倒すのが楽しみです。皆さんも歌舞伎ロイドの B メダルを手に入れるなら、このコロコロコミック8月号を買わなくてはなりません。メダル付きということで売れ行きもいいのでしょう。売り切れにはご注意を。それじゃあまた会いましょう。
バイバーイ。